ドラえもん不思議のサイエンス、皆さんもう買って楽しんでくれてますか？私、小学館ドラえもんルームのドクター渡辺です。よろしくお願いします。今日は私がこちらの付録の作り方と遊び方を紹介しちゃいます。本誌とこの動画を見てよりよくわかりますので、皆さん楽しんでくださいね。まずはプロペラの組み立て方からです。入っている時に、プロペラ2つありますよね。これどっちが上でどっちが下のプロペラか皆さん分かりますか？プロペラは2枚ありまして、上のプロペラと下のプロペラ、形がちょっと違います。見分ける方法はこれ本紙にも書いてありますけど、真ん中のドーナツになっている穴のところ、細い棒がつながっている方が上のプロペラで、切れている方が下のプロペラです。分かりますか？切れている方が下、つながっている方が上です。こういう感じですね。それからもう一個プロペラで、大事なこと、これ間違えちゃうと飛ばないですからね。プロペラには上と下があります。わかりますね。どっちも同じで上と下があります。表と裏というべきですかね。で、表側はこの真ん中の丸いところを見てもらえると一番わかりやすいかもしれないんですけど、ここはねつるっとしてますよね。裏側ですとこうへこんでてボコボコっとしてる。こっちも同じです。これ裏側ですね。裏側、両方とも裏側です。へこんでボコボコっとしているのが裏側で、真ん中のドーナツの形のところがつるんとしているところが表側です。じゃあプロペラをマイクロモーターにつなげます。で、この時にこれ本紙にも書いてありますけど、このコードをねついついこうやってグッて持っちゃったりすると、コードのこのモーターの付け根に負担がかかって、まあ、これで切れることはないんだけど、もしかしたらちょっとここがね弱くなっちゃうっていう風にもなっちゃうので、ちゃんと取る時には、最初にこうモーターを掴んで取ってください。モーターが一番重いんですよ、この中で。なのでモーターを掴んでくれれば、コードに負担がかからないので安心です。で、持ったらここでもつながってるコードをくにゃ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 っと、くにゃくにゃく、あくまで優しくね、優しく伸ばしてあげてください。そして、こちらです。ドラえもんの中に入る、この黄色い細長い、マイクロモーターの軸ですね。こちらの方にまず、下のプロペラ、真ん中が空いてる方が下ですね。下のプロペラの上と下を間違えないで、真ん中つるっとなってる方が上です。で、ここも大事です。通すときにこれね、当たり前なんですけどね、これ真ん中をついつい通したくなっちゃう人間、そういう人情あると思うんですけど、これ下に入りません。引っかかっちゃいます。で、どうするかっていうと、この横のね空いてる方でこうやって通してくれればスルッと簡単に通るので、上の軸はそれで通して、下の軸の真ん中のところにパチッとはめます。今音聞こえましたかねって、そんな音が拾えてるんでしょう。よいしょ。で、下のがついたら今度は上です。で、これも持つときにこっちを持っててここをつけようとすると、まあそれでもつくんですけど、下手にね力が入って曲がっちゃったりするって恐れもあるので、ちゃんとつけるところの近くを持つようにした方がいいですよ。で、これはもうそのまま、真ん中の棒をこの溝のところにパチッと止めてしまえば、これでもうプロペラとマイクロモーターの軸つながりました。